つみたて NISA の賢い使い方とかにしましょうか。正直ね、あみ積て NISA に期待はしてないですよ <laughs>。で、あの、年間40万枠までが非課税対象なんですよ。で、僕30万、一応今2万5000円買って、1万1万5000円買ったんですけども、えっと、2万5000なんですね。年間30万です。だから10万落としてるんですよ。はい。だから年間30万の枠ですね。 でしかもクレジットでポイント貯めるっていうところもあるんですけどこれ何かっていうと結局久保さんみたいに賢い人は少ないんですよで FX も久保さんはまあ僕より投資スキルはあるしずっとやってるんでね僕よりもちろんそのいろいろ知ってるだうしでもね大衆はほとんど知らないんですよ <laughs> で知らない人たちに僕は僕たちは情報を届けてるわけですよねだから結局国があっせんしてまあ多分まあ よ,よかれわ悪かれとりあえずそのねあのまた今年からまたなんかちょっとアップグレードしましたけどもまあその,あの投資しましょうっつって金集めるというかねまあ、そういうこと傾向をやってるのでまあ、少なくても広告費を自分が払わなくてもいろんなところでやってくれてるのでその興味性は出てるはずなんですよ <laughs> だからそこに乗っかるって話ですねでそこに対して自分が買っとけばなんでこれ買ったのかとか、うん、その その相場解説じゃないですけど、初心者だけども、こういう理由でこれ買いましたとか、これはこうなんじゃないかっていう、あの、積み立てに i s 解説みたいなね、<laughs> 相場解説じゃないですけど、まあ一応その商品のグラフあるんですよ、出てるんですよね。まあこれはまあ証券会社によって変わると思うんですけど、その商品のグラフっていうのは出てて、まあこの区間でこうなりましたねって、これ落ちた理由は何なのかなとかね、<laughs> いろいろできるじゃないですか、買ってるとね。 で、その、儲かった、儲かってないとかね、増えたのか増えてないのかとか。で、しかもこれ、僕ね、20年スパンで考えてるので、20年間ロングでずっと使えるわけですよね。動画のネタとしては。で、ぶっちゃけ、積立 NISA の動画のネタで情報で集客をして商品を売ることができると思ってるんですよ。で、なぜならば、積立 NISA に興味ある人って、そもそもお金、お金を入れようと思ってる人がほとんどじゃないですか。<laughs> なので、たった2万5 0円って、 1>, 1億稼ぐみたいなね。20, 20年あれば1億稼げるんじゃないかなと思うんですよね <laughs>。これがすみません、あの、積み立て兄さんの賢い使い方だなと僕は思いますけどね <laughs>。だから、だから1000円とかでもいいんですよ。はっきり言って。そのこの考え方があれば、1000円とかでもいいんですよ。買ったっていう事実がそこにあるんだったら。で、そこに対して、なんか、あの、うん、なんだ、いろんなあたこだこで言えるので。 でもやっぱ買ってないと買ってるのだったら発信の仕方のちょっとそのエッジが変わるわけですよね。実際買いましたよって、買って暴落したら、うわあ損しましたっていうね、うわあ積みた人生、やっぱや,やめればよかった、みたいなね、そんな、煽れるしね、<laughs> 騙されるなと、国に騙されるなとかね、いろいろできるんで。<laughs> なんで、あのこれから20年スパンの、多分久保さんとのやり取りも20年後もやってると思うんですけど、 <laughs> もう僕、ずっとやるので、だからそのネタとしては非常にいい,いいんじゃないかなと思います。だからネタを買うって感じですね。だからそれで儲けようとかじゃなくて、それでネタを買って、そのネタを使って稼ぐっていう話ですね。だからちょっと他の一般の人との考え方だと違うんですけど、であとは積み立て NISA を買うことによって、自分もある程度ちょっとはね、そこの土俵に入るんで、ちょっと興味出るじゃないですか。で、情報も収集するので、じゃあ、 こんなの出てきましたとかね。なんか積み立て兄さんに関するトレンドが出てきたら、そのトレンドキーワードいけるだろうし。うん。で、あとはまあクレジット決済なんで、まああと放置でもいいですし、そんなに気にならないし。<laughs> 毎月自動でクレカ決済ですから。からクレカ決済以外僕やんないですからね。あ、ポイントは貯まるんで。その失ったとしてもポイントは失わないんで決済してるからね。 で、そのポイント貯まるよっていうクレジットカードアフリエイトもできるしそう、久保さんもね、あのアクセス集めてる中でクレジットカードあると思うんですけど、僕のチャンネルで、あのー、稼ぎ頭はクレジットカード系の動画ですからね、僕も。<laughs> すごいいいですよ。<laughs> い,いってらっしゃい。